だから堀浩一さんっていう伝説のコンサルタントと言われた方なんですけど、話し方めっちゃ落語っぽいんですよ。やっぱり話し上手は聞き上手って言って、落語っぽく喋る社長さん方は聞くのもうまいんじゃないかと思うんですよね。お客さんを置いていくようでは喋り手としてはやっぱり一流ではないです、ね、つまりあれに聞いてるわけですね、なんか顧客の声を。そうですね、あの皆さんね、後半はあの歌舞伎の話に入りましたが、こういう難しい話なのね。目黒のさんまでよかったのにカロクちゃんと思った方いるかもしれませんけど、ですが最後まで聞いてると、あ、いい話聞けたっていう風に折り合って幕が降りるようになってますから。だからそういうそのアドリブ性とかっていうのはお客さんとのやり取りですよね。やっぱりはね、思うのは喋りってやっぱり生まれてから自然と喋ってるから、みんな自然にできると思い込んでると思うんですけど、僕は習い事だと思ってます。そういう意味では実はですね、これ言っていいと思うんですけど、はい、あのボストンコンサルティンググループっていう、まあ、もう世界屈指の日本でも、まあ、とても有名な外資系のコンサルティング企業っていうのがあって、はい、とてもとても有名な会社なんですけど、日本で作ったのが堀浩一さんっていう、はい、もうまあ、ビジネスの世界ではとても有名な方なんですね。で、あの堀さんがあのその彼の部下とかその後経営者になる方々に伝えたのが、落語を学べって言ってらっしゃいます。要するに彼らもコンサルティング企業ってお客さんの心をつかまないと会社改革もできないので、一番実は喋るのが大事なんだと。でそれは理屈だけで喋ってもしょうがないんだと。やっぱ人の心をつかむ話し方をするのが大事で、日本ではその頂点は落語なんだと。なんでその後の2代目の社長さん、内田和成さんっていう方で、実は僕の早稲田大学ビジネススクールの実はちょっと前まで同僚だった方なんですね。伝説のコンサルタントと言われた方なんですけど、話し方めっちゃ落語っぽいんですよ。だから話ものすごく面白いんですね。3代目の社長が三立さんという方で、この方もとても有名な方なんですけど、話し方めっちゃ落語っぽい。そうですか。で今僕の早稲田大学ビジネススクールの同僚やられてる、去年までボストンコンサルティンググループのトップだった杉田さんという方がいらっしゃって、この方もとても有名な超一流のコンサルタントなんですけど、めっちゃ落語家っぽいんですよ。だから実は歴代 BCG のトップは落語家みたいな話し方するんですよ。だからちょっと僕実は落語ってこれからもっと大事になるんじゃないかと思った一個の理由はそれでして、いや僕ね今お聞きしてて思ったのが、やっぱり話し上手や聞き上手って言って、結局その落語っぽく喋る社長さん方は聞くのもうまいんじゃないかと思うんですよね。だからやっぱり話がレベルが上がってくると、やっぱり上手な人っていうのは人の話も聞ける人なんですよ。それは僕の経験上あるので、だから落語をやっていても若い子っていうのは自分が喋ることが精一杯で、こういう対談とか掛け合いとかが苦手なんですよ。なるほどね。特に緊張してると自分のことばっかり喋ろうと思ってて、で変なプランばっかり立てて、これ小話言ってみようとかっつって全然空気読めてなくて、こんなところで小話やる必要もないのに。だからその空気読むっていうこともそうですけれども、それも一流になってくるとお客さんの空気を読むっていうこともあるので、お客さんを置いていくようでは喋り手としてはやっぱり一流ではないです、ね、つまりカロクさんからすると、あのイーノホールであれだけのお客さんをカロクさんの世界にするっていうのは、要するに我々は喋らないけどある意味聞いてるわけですね、なんか顧客の声を。